<laughs> やばいいいかっこいい <laughs> マジでかっこいいわお兄さん方 <music> はいどうも皆さんこんにちは動画部ですこのネル動画再生していただきありがとうございますこの動画アニメリアクション動画となっております必ず今回とお編のほうすご覧いただき一緒に再生してお楽しみください <music> というわけで今回「夕国の無理アって」T、第5話こちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします <music> <music> 前回ね、えー、グレープフルーツを使って、まあ、心臓の悪い伯爵をね、懲らしめたというか、まあ、殺してしまったわけなんですけども、まあ、それによってね、またちょっと子供を亡くした親子を救うというかね、まあ、一人の差別主義者を闇に葬ったわけなんですけども、まあ、まずはね、まあ、モリアーティ兄弟たちが、えー、どんな感じでね、まあ、基本的に悪い奴らを倒していくのかみたいな、まあ、そんな演出というかね、まあ、殺しのやり方を見せてもらったみたいな感じだと思う ですよねこれから何話かはまあ多分ウィリアムたちが問題なく、まあ、前回みたいにね悩みを抱えるというか復讐心を持ってる人たちをすんなり助けていけるエピソードが続くと思うんですけどもまあそのうちいろんなねライバルが出てきたり、まあ、3人のやり方に異を唱えるものが現れてきて、まあ、前回までのようにはなかなかいかない展開が待っているのかなと思っておりますそれまでは、まあ、とりあえずこの兄弟たちのねやり やり方、え狡猾なやり方に、まあ、見入ってね、楽しく見ていきたいなと思っておりますえー、皆さんも録画したもの、もしくはビデオオンダマンド使って一緒にお楽しみくださいそれではスタートですはい、始まりましたこれは,は今橋の下に誰かいなかったうん違うあ、いるよね今回はこの人があれかな なんか歌声が聞こえる。こんな天気の中、ちょっと怖くない不気味じゃないいや、目、目に輝きがないよ。落ちちゃわないかええ自分から飛んだのかいやいやいや。えやだ <laughs> あんなの見たくないわ、一生残るわ、頭に。なんでなんで自分から飛び込んじゃったのもうやっぱ目に輝きがなかったところを見ると、このなんか社会的なシステムというか、今の時代に希望を見出せなくて、ああなっちゃった感じ。へへへもう、 いきなり引き込むじゃん。すごい不気味だったもんね、今の。いや、てっきり最初あの橋の下の人がね、あ今回のエピソードのなんか物語の中心に来るのかなと思いきや、ただのモブだったのかもね。この時代をちょっと象徴するようなワンシーンとして、 今、オープニングに差し込まれた感じなのかなそれとも、<laughs> 声裏返っちゃってごめんなさい。今、橋から飛んだ女の人が、遺体としてこの後上がって事件みたいになってくのか。ちょっとわかんないな。もうあのな、わずかな中から考えられたのは僕は、この時間の間だとそれくらいなんですけど。 どうなんだろう。どれも当たらないのが多分かなり確率高いっす。橋の上の、あ、橋の上の踊り子。あ、じゃあやっぱりあの女の人関わってくる感じなんだね、今回の。ああ、よかった、合ってた。そしてウィリアムは勉強を教える。何食わぬ顔で。ルシアンそんな、 ああ、なんかいたか、そういえば。風邪じゃなさそうだけど、今の感じ。ほら、やばいんじゃないじこのルシアンが関わってくるのかな今回の事件。いやー、もう絶対納得しないと思うよ、今のウィリアム。 これ誰ん誰誰だあなた。モブじゃない予感がする、あの人も。えー、ちょっと。ルシアン君といい、今の人といい、ゆくゆくはもしかしたらウィリアムに加担していく形になるのかな で、なんでこんな気になってるんだ、ウィリアムは。場合によってはあれか、その、貴族でも助けるのかな。<laughs> いや、お前が風邪引いてんのかいいや、もう引いてるだろ。あ、来ちゃった、来ちゃったよ、ほら。<laughs> 満面の笑みで。 いや、怖いぞ。はは。やばいやばい。人殺しの威圧感、えげつない。<laughs> けど、ウィリアムがわざわざ個人にこんな介入するなんてよっぽどのことなんじゃないかな。ははは。 うわあ、怒っていらっしゃる。怖い。怖いよ。殺されちゃうよ。下手すると。何があった何を知ってるそして。え、3日夜遊びして3日はないだろう。う確実に何かあったろう。あの、だから、さっきの飛び込んだ人と何かあるんじゃない関係。 それがフリーダなんじゃないかんえ <laughs> いやいや、すごい門前払いの仕方。ああ、そうかそうか、それで風邪ひいたのか。いや、確実だろ、もう。 これを助けに行くのかな、二人で。なんとかしましょう。なんだろ、う、この描写は。ああ、なんかそういうのに打たれちゃう感じ系この 感じが醸し出すのはほらやっぱ貴族でも動くんだね場合によってはねこういう差別主義者じゃない人たちのためならそれともその貴族に取り入ろうとしてんのかゆくゆくわからない何を考えてんの おっと誰かなあ、さっきの人か、もしかして。ダドリーベル。目が開かないパターンね。何者だ、この人。 いや、いなかったんだよ。いや、なんか怪しいな、この感じ、この人。なんか、ホームズたちと違って、ちょっと邪魔したりするのを楽しむようなキャラになりそうな気がする。違うかな。 だいたい目を閉じてるキャラっていうのは結構ずるめのキャラが多いからさ。なんか怪しいよね。あ面めんどくさ。あえもしかしてこれで、ホームズ系出てくる感じかえ いや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 、ダドリーさん、あなたちょっと気になるわ。名前付きだし。あ、え、生きてるこの人が、例の、ハマってた人かな。あれどうなっていくのもう全く分かんなくなってきた。金貨がどれくらいの価値なんだ 長い。いやいや、いい先生か。いい先生のふりしてる。あ、あ、やっぱそうじゃん。やっぱそうじゃん。もう、踊ってたね。 はいはいあの吸ってるのは巻き草みたいな感じなのかな紙煙草っていうかマリファナじゃないよねああそういうことか 本気になっちゃって結ばれることはまあなく、まあ立場的に無理で、彼はそういう気持ちなんだけど、多分この上が出てきたんじゃないかな、周りか。それで絶望のうちにひしがれて、<laughs> 今日本語おかしかったら <laughs>、まあ、とりあえず飛び込んじゃったんじゃないそういう感じじゃないですかだからあの顔に、 希望もない感じ。ええー、何やってんだよ、はあ、誰あ、ダドリーじゃねえか、あの服。ねえ。ダドリーじゃないの もう限られた登場人物から考える。はぁ、あ。やっぱあいつ油断ならねえわ。怖い怖いよ動きますよウィリアム、動きますなんだその、歯ぎしり的な。おっ ああ、かっこいい、この姉さん。やるね、行きだね。さあさあ、どうするこっから。あ、橋の下に、とりあえず行ってみるのか。あの、おっさんいるんじゃないあ、ただ、それとも現場を見に来ただけか。なんだ、物騒な音と。 今の何3000えうん何これこぎってえダドリーだよねえ違う目が開いてるから分からないあぽいねこれは何だ中国系の人か あ、ああ,あ、いるじゃん。ルシアン。ルシアンだろう、あなた。やっぱり。いやー、なに、薬でもやらされてんのいや、事故かなそうやって追い込んだんだろう、あなたが。 なんで何しようとしてるの一体。ああ、そうかわかったわかった表だって依頼できないから、このダドリーに依頼してるんだ。で、その依頼料として、あのお金をもらってるから、少しでもあのルシアンを自分家というか、自分がその手にかけてる部分、場所に置いて、金をせしめようって魂胆なんじゃない ただ、あの女の人を殺しちゃったというか、追い詰めたのは謎だけど、そしてこれは誰あなたは誰オープニングに映ってたよね、あの子。おおおちょっと待って、待って待って待って。これ、 あなた誰と寝てるのかは知らないけど。これさ、これほ、今のさ、今のあいつじゃないの。あれ、ホームズっぽかったけど違うわからない。いろいろキャラがいっぱい出てきて。あ、違うな。ホームズではないね、きっと。誰モラン対さ。 あ、なんか知ってるっぽいね、ウィリアムたちの考え。いやいや、あー、実動舞台的な感じかなあ、で、あー、出てきたね、いろいろとキャラが。あー、いろいろとね。 雑用係みたいな。あれもうルシアンを回収してるのあの陰にいたのは、バシャン。かっこいい音楽。<laughs> 始まりますよ <laughs> やばいかっこいい <laughs> マジでかっこいいわ、お兄さん方。お、なんか仕掛けてるのかなこれは何かここで目立つことをするっていう感じなのかいやいや、相手やばいよ。ほら。いや、かっこいいな。 大佐もかっこいい。モテモテ。しかも結構高職だよね、この人。ベッドに女いたし。<laughs> ほら。なるほどね。いい、いいゴミ分だね。で、またあの橋か、舞台は。 これ、ルシアンじゃないか。どういう状況ああ、そんで、ダドリーが来る。え <laughs> なんでこんな焦ってるのああ、ウィリアムに何か仕掛けられたのか。 頼まれてやったわけだダドリーもね。ねはいやっぱやっぱやっぱ OKOKOK 分かってきたよ。まあそういうことだろうね。あれ生きてる飛び込んだフリーダ。 今の感じ、なんか生きてたんじゃない飛び込んだけど。ですあらららえどうなってんのえ何えおいクソ野郎じゃあ、あれは違うフリーダじゃないね。 かっこいい。えもうやられた生きてんのかと思ったよ、最悪、奥さん。まあ、あはめたわけよ。粛清してやりましょうよ。 ああ、タドリーさん。俺はあんた、これから出てくる、モリアーティーとの仲間になるのかなともちょっと一瞬思ったのに残念だよ。ああ、はい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 。では、範囲付けにしたわけね。 そういう請求の仕方かはいはいはいちょっと惜しかったな微妙に外したなああなるほどね消しちゃいましょうほら <laughs> ほら、怖い怖い。おおう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 おおおすげえ。もうイタートっぽい。<laughs> ほら。<laughs> やるな、大佐。ああ、踊り狂っております。確かに。 いやいや、めちゃくちゃ連発で打てるね、この銃0おーほー、怖っ。はい、さよなら。あざまあだけど、ちょっと怖いわ。 まあ警察で裁けないしね。さっきの感じ聞いてると。まあこの水の勢いならまあどうやっても生きてないざまマなんだけどもなんかさっぱりはしないんだよな。毎回見てて。確かにそうだね。 本気だったんだね。だからそういうのが、そっかそっか、相手がもう貴族でも助けるわけね、そういう事情があればね。階級制度の不満っていう部分では同じだもんね。いや、ちょっと新しい二人ともかっこいい、かわいいでいいね。 最初一瞬ホームズなのかなと思ったけど、あんな公職じゃないもんね、きっとね、ホームズは、ね。はい、というわけで、まあ、今回はね、まあ、ダドリーっていう男が粛清されたわけなんですけども、まあ、動画内で色々僕推測してたんですけど、惜しかったっす。ちょっと違ったね。な,なんか、か、かくまっといて、それを探すための賃金として貴族からお金を得てるんじゃなくて、 まあ、遠ざけるために、その、貴族に見合わない相手を遠ざけるために、まあ、完全犯罪をある種、あの、だどりに任せることに対して、まあ、お金払わせたり、それをネタに脅したりでお金もらったりみたいな感じのことをしてたんだろうね。まあ、粛清されて叱るべきなんだけども、やっぱりなんか、心晴れ晴れとしては見られないんだよな。 まあ相変わらずやることえげつないけど、それがかっこいいんだけどね。まあこの時代の裁き方としてはこれでいいとは思うんだけども。今回はあれだね、お兄様出てこなかったね。 はい、えー、というわけで、えー、今回無誘告の盛り合ってですね第5話見させていただいたわけなんですけども、えー、皆さんの今回のエピソードに対するコメントだったり僕のリアクションに対するコメントお待ちしております、えー、また来週もね皆さんと一緒に見ていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします以上動画部とつがお送りしましたバイバイ